よし、じゃあやっていきましょう。かげろう縛り。今週の縛りは、マガタマを取ったら個数に応じて使えるアイテムが増える縛りをやっていきたいと思います。これはね、以前にやったマガタマを取ったら使えるアイテムが減っていくっていう縛りの逆バージョンですね。で、これはもともとそのコメントをいただいた人が言ったんですけど、改めてね、別な人もね、その個数に応じて使えるアイテムが増えるっていうのをやってほしいっていうコメントをいただいたんで、とりあえずね、それを今回ちょっとやってみようかなと。ちょっとね、前回ちょっと頑張りすぎちゃったみたいで、今回ちょっと今緩くじゃないですけど、普通にね、1個だけの縛りをやっていきたいと思います。で、前回は新エッセージやったんで、あ、どうしようかな、混沌の神楽鈴、いや、アイテム縛りみたいなもんだからあんまりやめようか。とりあえずかげろうステージ、今回はかげろうステージでやっていきたいと思います。では行きましょう。 GO! で、最初は一切のアイテムが使えないってことなんです。まあもちろんライターは OK なんですけど、明かりがないとね、まず厳しいんで、こういうろうそくとかも大丈夫なんで、ただ、そのコメントをいただいた方によると、まず1個目のマガタマを取ったら鉱石が使える。2個目のマガタマ取ったら爆竹と鍵。3個がハンドライトと鏡。4個が水晶。5個が、最後がコンパスと。あ、そっか、これ間違って使っちゃいそうにな、そっかそっか。それだとやばいね。っていうか、最初は自力で、最初の2個ぐらいかな。最初の2個ぐらいは自力で、マガタマを取らないといけないってことなんだよね。だって、鉱石は別に、ただ明るくするだけだから、ただの目印しかならないから、一応取っとくけど、みたいな。ロッカーぐらいしか役に立たないからね。自力で2個か、きついな。鍵は意味ない。とりあえずどんどん行こう。どっちから行こうかな。うわ、なんか嫌だな、こういうの嫌だけど、これ目の前にね、あ、ちょっと急ごう。間違ってな、あ、そうだ、こういうのね、ほんとね、ぼーっとしてるとなんか、マガタマとか普通に置いちゃいそうになるな。使わないようにしないとな。ちょっと頭に入れとかないと。あ、ちょっとあれだな。コンパス、間違ってなんか見ちゃいそうになるから、取らないどこかな。いやーでも取らないと厳しいもんな。別に取らないっていう縛りではないから、一切使わない。もう頭に。頭に入れとかないと、そういう縛りでもあるっていう。そういうのがきついね。あ、やばい、ほんとね、今、ホイールね、動かしそうになる。ホイール動かしたってダメだよ。だってコンパス見えちゃうからね。爆竹とか鏡を選ぶぐらいだったらまだいいけど、こっちね、多分来た。やばいな。うわ。やだな、この格子、ぐるっとこう、迂回していくところ。これは部屋か。オッケーオッケー。自力でまずね、マガタマを、1個、2個、3個んじゃなくて、危ねえ、今ここマガタマ置きそうになった。マガタマじゃない、鉱石。マガタマ置けたらすごい。鉱石置きそうになった。あ、とかとか。これはいいんだよね。ちょっとね、いつもだったら実況用に鉱石置いて少し光らせるんですけど、今回ちょっとそれができない。こうやっとく？いや、バレるでしょ。やばい、来てる。やばいな。やっぱ、神楽鈴さん一番怖い。で、忍び寄る徘徊者はいないと。ハンドライトとかも、とりあえず、
全部。あ、ここ、あれ、ここなんだ。あがたま。すぐ。おー、いいね、鍵。でも鍵はまだ使えない。てか、え、ま、あの、まがたまってどこで取るんだ自力でって言ったら、泣き女さんかな。かげろうステージは全然わかんないんですよ。ああ、なるほどね、みたいな感じなんで。あ、ここ、ここにまがたまあるはず。やっぱり。いや、わかんないよ。わかんないけど、で、確かね、こっちは大丈夫なはず。あ、びっくりした。前ね、あの、ワープでここに来た時に、あ、ここ部屋だったんだ、みたいな。こういう時に限ってなんかコンパスがあるっていう。コンパス、これどっち刺していいとか、これ関係ないはず、今は。やべえ、ここに来ないよね。ここに来たらもう死亡。やべえ。今何もできないな。あ、やべえ。ちょっと実験しようかな。あ、今気づいたね。ここで、こう鳴らせば、ドア開けてくれるんじゃないかな。今ね、すぐ、でもね、ちょっとここら辺で今ね、走っちゃった。で、ここにいれば大丈夫なはず。はい、来た。開けては来ないはず。ちょっと見えるかちょっと見てみようか。見えないか。うわ、ホイールがね、寂しい。ホイール使ってって言ってる。あー、やべえ。え、2体いる。ちゃう、やべえ。あ。あ、すぐそこにいるね。あ、やべえ。走り回る徘徊者は？きついな。やべえ、どっち来てるか分かんない。あ、大丈夫だ。遠く行った。で、もう、行かないで行かないで。待って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 。待って。はい、今気づいたはず。多分ね、さっきね、ここで一旦走っちゃったから、ここに来たんだと思う。多分ね、カグラスとか忍び寄る徘徊者って、例えばね、ここで、走ったとして、で、ここに向かってくるじゃないですか。その向かってきてる間に、ここで走ったから、お、ほら、来た！やっぱり来た。もう一回ね、ちょっとあの、一から説明すると、例えばここで走って、カグラスさんが気づきました。で、今向かってきてますってなったら、ここに来るんですよ。その向かってきてる最中に、ここでめっちゃ走ろうが何しようが関係ないんですよ。一旦最初で鳴ったところに確認しに来るんですよ。要は例えばここでバーって走ってきて走り始めて、その後ダダダダダダダってずっと走りがね続いてたとしたら、要は最後足音が止んだところまで来ちゃうから、最初に鳴ったところに来るっぽい。だからさっきは来なかったのは、多分最初ここで走っちゃったからここに来たんだと思う。で、2回目はここで鳴らしたから行けるっていう、来たんじゃない。これ、お、来た。あ、そっか、鏡はいらない。行きます。よし、これで鉱石使えるようになったけど、あ、逆に使えるようになったのきついかも。なぜかっていうと、コンパス見ちゃうかも。こんな感じ。あとね、誤動作で間違って水晶とか使っちゃう可能性もあるな。来たね。で、今実験して、ちょっとね、ある縛りができるようになりました。いいね。これで縛りが増えた。まだ増える。できる縛りがまだ増える。もうそろそろね、カゲロウのアップデート。いや、まだだけど、多分まだだと思うんだけど、多分8月、9月、遅くて10月、11月だと思うんだけど、
まだまだまだ縛り、うわ赤い、ここね、ちょっとここで走ったらもう死亡、急いで別のとこ行かないと、今鏡も使えないからね。あ、橋まで徘徊してきついな。多分あっちでしょ、行こう。忍び寄る徘徊者がいないから、ただ鉱石使えるようになったから鉱石バンバン使っていこう。あと何もないよね。暗、ハンドライトもねまだ使えないからね。ただアイテムはもう集めよう。コンパス取っちゃったからね。ろうそく縛りはあっち来て、ちょっとあっち行ってみる。なんか泣き女さんとかいそうじゃない。1個目はちょっと実験で取っちゃったみたいな感じだったんで、まあ取ってもいいんだろうけど、ちょっと無駄に走るっていう。ここは何もない。よし、じゃあちょっとここに目印、間違ってちょっと誤動作だけしないようにゆっくりちょっとアイテムは選ぼうかなって言って、こう結構慣れで使っちゃうんだよね。あ、意外と泣き女さんいないかな。泣き女さんを探してます。女いる。あ、でも、あ、でもダメだ、爆竹がないから使えないわ、どうにもできなくない。あとここに、ちょっと待ってね、一旦ちょっと、多分すぐそこにいると思う。いるけど爆竹じゃなくてマガタもあんのかな。あ、いるね。でここに部屋が1つ2つ3つじゃなくて2つあるはず。ここには何もない。意外と鍵ないけど、多分ねすぐそこ、サンクスなんか言っちゃうんだよ。ここに鍵ある、絶対じゃないかもしんないけど。あとここにもね、ハンドライト、ハンドライトはいいか。あそこにマガタもあんのかな。それちょっと取ってみたいけど、鉱石だけだとどうにもなんないな。2個目取ったら爆竹と鍵だから、2個までは自力で取んないといけない。ただただだよ、これはちょっときついかな。今取れないな。あ、なんか赤い、ちょっとこれ後っていうか、これは後回しかな。え、こんな赤い、あ、ライターつけてなかった。で、ここはさっきの裏っていうか、マガタマどこで、あと自力で取ればいいんだ。ここちょっと緊急回避でこういうのをどんどん積極的に使っていこう。いやー、もう直前までねブラジル戦見てましたよ。ネイマールイライラしてましたね。もう最後点入れてくれてよかった。いや、もしかしたらねコスタリカの人が、あ、水晶、なかなかね水晶ってレアなんですよ、このカゲロステージで。いや、深淵ステージでもレアだけど、深淵ステージだと絶対ある場所がいくつかあるんですけど、見てこれちゃんとね、なんか中がね霧みたいな、すごいよねこういうエフェクトで。水晶は4個入手だから、あれ、ちょっと待って、まだまだか。とりあえず、あ、いいね。まあ鍵とかはもういらないかな。でこっち何もなかったね。ちょっと行こう。来てる来てる、こっちまで来るのかな。来なかった、やばいな。1個はちょっと自力で、さっきのなんか実験では、あ、今
やっちゃった？やっちゃったね。こういう風になるんですよ。すぐそこ、すぐそこにいる。サンクスにいます今。あーほら、下から走ってるとダメなんですよ。ただ今度のねアップデートではそういうところもなんか改善って言ったらあれだけど、いろいろいろんな仕掛けがあるかな。走ら、うわあ、びっくりした。多分こっち来ないよね。多分あっち行き止まりだからこっち来ないんじゃないかな。ちょっとやばいか、今行っても負けないからな。負けないっていうのはあの負けないでの負けないじゃなくて、回避できない。あれ取っちゃっけ。あっちがナッキョンナさんがいたところだからこっちか。一旦ちょっとこっち行きたい。まだね、カグラスーさんが近くにいるから走れない。走ったっていいんだけどめんどくさい。待つっていうのがね、めんどくさい。めんどくさくはないか。なんて言うんだろう。待つだけだったらいいんだけど、視聴者さん的にはあまりね。こうか。で、こっちね。こっちが来た。ただ、マガタマをうまく、さっきのね、裏技?実験ではもう取らないですね。それだと結局爆竹使ってるようなもんなんで、ただ使えるっていうのが分かって、すごくいい。あ、どっち?一旦右行こうか。今回は東を攻めよう。あ、見てくださいこれ。ここにこれがあるっていうか、多分ここをどんがらかしちゃうんです。ほら。あ、やばい。やっちゃった。もしかして?やばい。あ、危ねえ。多分大丈夫だ。一瞬、あの、鏡?ワープ部屋?かなと思った。あの、もう行き止まりでワープしかないみたいな。それだと、縛りがおかしくなっちゃう。まあ、徘徊者に追われている時に、鏡さえ使わなければいいのかもしれないけど、でもできるだけ使いたくないよね、そういうの。ただここに、ロッカーがあったんで、こっちにいるね。あ、これ、見える今。見えました?頭だけ違ってる。どっち?あー、めっちゃ壊してる。ただ壊してもらいたいな。いろんなしがらみとかじゃなくて。あ、ここだ。いや、ここも壊せないから無理だ。で、そこが、あ、なんか見覚えになるとこじゃないこれ。ね。ここ爆竹使いたいけど、あ、やべえ。完全に、方向見失ったわ。どっちだ?ここがドンガラガッシャンだったから、あっちか来た。違うかな?ちょっともう早く行こう。ここ、こんな感じしよう。間違って使っちゃやばい。ただ、やばいな、自力であと、マガタマ、一個取んないと、まず進めないと思う。あれ、ここに。あ、ここは違うわ。なんか、泣き女さんの部屋かなと思ったんだけど。あそこ、怖いな。今はちょっとまだ。あ、いいね、ロッカー。結構ロッカー近くにあるぞ。いいな。ただ、マガタマが近くになかったら、あんまり、このロッカー意味ないな。ちょっと、急ごう。泣
き女さんのとこでうまく巻いて、まが玉を取るっていう。ああ、いいな。鏡使いたい。鏡つく。てか、こっち行き止まりだった。こっち来るかな。ちょっとちらっとだけ見たい。来るかどうかだけ。あ、やばい。この距離やばいな。あ、来た。あの距離ね、ほんとね、がっつり見たらやばいっす。あれね、多分ね、ライターつけたら 100% 見つかってましたね。あ、来た。え？ほんとに、あれだ。探し回ってた。あぶね。見て今。なんで水晶になってんの？危なかった今。いつの間にホイール。荒ぶってたの。え、俺今ホイール やったかな。あ、これで消したってことか。あ、そか、あ、そかそかそか、アップね。これですよ。もし万が一水晶使っちゃったら、もちろん何もしないでその場でいます。あれ？こっち行き止まりだから、どうしようもないな。しかもこっち、神楽鈴さんいるんでしょ？こっちか。こう行ってこうね。あ、違うな。またちょっとこう、この字になってる感じ。一旦、南に向かって、からの、こっちか。今西。多分ですけどね。多分西に行って、あっち、いや、こっち来たかな。わー、泣きょんなさいる。ちょっとここ攻めたいけど、攻めたいと思ったけど、そもそも、ダメだな。あ、ダメだ。無理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 。え、どうやってマガタマ自力で取るんだ？こっちでいいんだよね。え、厳しいな。あ、来た来た来た。え、ここまで自力で逃げて、逃げたとしても、どうやってマガタマ取ればいいんだ？ちょっと攻めるか。ここは攻めよう。これだと、ただ単純に、ただマガタマを集める縛りになっちゃいそうな気がしてきたんで、こっち多分、別のあれだもんね。すぐそこね。あれ、あれ、あれがマガタマだから、なんとか、こっちだな。あ、こっちからも取れるね。そしたら、ちょっと作戦が、まだ他の徘徊者来る前に、多分あそこら辺に今、泣き女さんがいるから、泣き女さんをぐるーっとこうやって、ぐるっとガーって来たから、こっちにガーって呼び寄せて、こういう感じで来てもらう。あ、やべ。やべ、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 来た。来る。まあでも、ロッカーがあるからいい。ぐるーってこう来てもらった時に、俺はあっちに行く。で、マガタマを回収して、また逃げながらここのロッカーみたいな。そんな感じしようかな。ただね、別な徘徊者、神楽鈴さんとか、走り回る徘徊者が来たらやばい。だからちょっとね、あ、やべえ、2体来た。ちょっと入念に鉱石、せっかくね、1個目のマガタマ取って鉱石が使えるようになったんで、鉱石で足元とか照らして道しるべとか作ってからにしようかな。ちょっとそこを時間かけよう。多分ね、2個目取ったらもう爆竹と鍵使えるから結構サクッと進めると思うんですよ。だってぶっちゃけハンドライトと鏡、水晶とかコンパス使わなくても、あといけちゃうような気がするんで、一旦、こんな感じで、こうね。おーおお、開けてる。ちょっとここは閉めよう。ちょっとこれは、さすがに。いや、
ここは入り口だと結構。ほら、これですよ。ちょっとこう。危ない。で、ここに襖があるから、一旦ね。こっちにあんまり明かり使っても意味ないか。まあでも一応、こう来てもらって、で、そこドンドンドン、バーンってなるじゃないですか。で、わーって来て、で、ここも開けようとして、ドンドンドン、バーン。で、ここら辺になったら、俺はもう、俺はもうこっちに行く。あ、いいんだいいんだいいんだ。やっぱ、道しるべはいいんだ。で、あれ？あ、まだだった。ここだった。結構な、ほらね、暗いと分かんないでしょ。で、あっちら辺に来たら、あの、まがたまに一直線に行って、取って、またあっちに行くと。待って、もうちょい。こんな感じか？ただ、どっちから来るか分かんないな。その誘導だけ間違わないようにしないと、もったいない。一回でも、なんかこう、襖とか壊れちゃったら意味ないからね。だから、閉めてるね。だからここで足音を鳴らして、わーって来て、こっちバーンって。やばい。やばい。これ壊されるんじゃない？それはダメ。それはダメだって。お願いします。危ねえ。また水晶。あ、壊されてる。うっそ。ちょっと待って。それだとやり方が、早くやればよかった。あ、でもここ壊されてない。ここだけまだあればいける。壊されてる？とりあえずここら辺でわーって来てもらって。ちょっと来すぎじゃない？ちょっといいタイミングで。とりあえずちょっと次、過ぎ去ったらやろう。あ、お願い、壊した。あ、壊した。うわ、やべえ。うっそ。あ、あ、あ。マジかよ。ちょっとやり方が違っ。まあ、いや、ちょっとやってみよう。ここなくてもいい。やる。ま、なんか、やばそうだったら、ロッカーに逃げる。で、え、どこみたいな感じになったら、わーってやる。行きます。あ、ダメだった。ちょっと待って。来てる。これはダメ。あべ。水晶、水晶。あー、待って、うわ、来たー。うわ、また別なの壊されてる。やめてください。いや、あー、そこ壊されてる。やばいね、ここ来るから、とりあえずここ。ここまだ壊してないよね。いきます。成功するか。ライターつけて明るくしないとやばい。で。来た。うわっ！そっち来てた。マジか。あー、マジか。ということは、うわー、マジか。で、すぐ引き返せばよかったんだ。 U ターンしてきたんだな。うわー、マジか。思い通りに行かなかったな。ぐるってやっぱ来なかったか。俺の位置がちょっと、あれだったんだな。で、一個になっちゃったから、また鉱石しか使えないね。今ギリギリ取ったけど。で、今度はじゃあ、西攻めよう。まだ、いいじゃん。うわ、おい、嘘。鍵だ。あ、でもよかった。またワープゾーンじゃない。多分こっち南。
南だけど、ちょっともう急ごう、時間がないよ。ちょっとガチめに行こうかな。こっち来た。あ、違うな。こっち西だ。こっち西だ。あ、やべえ。鉱石めっちゃ使ったからね。で、ロッカーが近くなるっていうことは、ここら辺に勾玉とかない？ここ勾玉じゃない？鍵だ。違うか。やっぱり来た。え、これ、あ、そっか。カゲロウステージってこういう風に棚にあるんだった。あれ、じゃあもうあと爆竹と鍵使えるようになったわ今。あ、じゃあさっき開かなかったところあったよね。どこだっけ。あれどこだっけ。こっちまで行ってないな。ちょっといいわ。いやー、あのな、秋女さん、ちょっとうまくやりたかったな。あれができたら、てか、あれができないとやっぱダメだよね。うわー、ちょっとあれはリベンジしたいな。普通ね、ここ、な、秋女さんいるはずなんだけど、前の縛りで、ここにワープしてきて、な、秋女さんがいて、でも、移動は、走りのみだから、絶対見つかるっていう。そういうパターンだった。いない時もやっぱあるんだね。やべ、結構方角を今分からなくなってる。とりあえず進む方向こっちなような気がする。あ、でもこっちは端っこだ。で、2個入手したから鍵が OK のはず。鍵と爆竹 OK。 いやー、ほんとあの泣きようなさ悔しい。ちょっとあれは縛りとは関係なくリベンジしたいな。マジかー、あれちょっとうまーくやりたい。あれ、あ、でここロッカーか。ここでまたリベンジする。いや、ここ何もないからダメだ。さすがにここはダメだ。で、もう遠慮なくも爆竹使っちゃう。はい、ちょうどいいところ。今は鉱石と爆竹と鍵が使えると。ここで。一瞬入試なんだよな。爆竹じゃない、勾玉。なんかね、ちょっと奥まったっていうか、ちょっとなんだろうね、こんな感じだからね、一瞬わからない。いや、ほんと悔しいな。あれちょっと実験1個目で実験で取っちゃったから2個目頑張ろうかなと思ってあれ挑戦してみたんですけど、いやー、ちょっともうちょっと誘導すればよかった。でもあれちょっとね、油断しなければそのまま元に戻ってワンチャンギリギリロッカー、あ、でもロッカーでバレるかな。うわ、またいるよ、泣き山さん。あ、今3個目普通に取ったけど、3個目取ったから
鏡とハンドライト OK。 ただすぐそこはやばい。いざという時の緊急回避は OK だね。何もない。いやー、そこはちょっとなー、頑張りたかったなー。何回も悔しいみたいな。外のセミが聞こえるっていうことは、まあ西か東かっていう。おっ、西か。こっちびっくりしたね。ほんとね、ビビり。もうすごい、某ゲームとか、急になんか敵が出てきたら、もう、暴発しちゃう。お、どこだ？ちょっと広いとこ。あ、そっか、もう鍵使えるのか。鍵使えるっていいね。で、ハンドライトも、あそこだ。わかります？ここはおなじみの、すごく長い通路のところ。あれ？で、ここ、そっか、ここは、あれじゃない？マガトマじゃない？水晶ある。4個目、来た。もうこれでしかも水晶使える。あと1個取ったらコンパスでゴール目指せるっていう感じか。すげえ、水晶もいっぱいあるじゃん。あんまもう。お、まさかの、また、ラッキョンナさん、頑張る。頑張ります、ここで。どう頑張るの、ここ。ここきついんじゃない？水晶で普通にもう取れちゃうからな。いや、もう時間がないから普通に水晶で行こう。ただだよ、こういう構造ね。こう来て、こう来て、あ、いけそう、いけたかもね。ちょっと次回頑張ろうかな。そういう縛りが来たらプレイできるっていうことだよね。泣き女さんのマガタマだけで取るっていう、鍵部屋じゃないところとか。あ、でもダメダメ、また自分から提案しちゃってるからダメ。あ、で、そっか、で5個手に入れたからコンパス。あ、こっちだ、やっぱりこっち行こう一旦。いや、ほんと悔しい。もう行こう。でも一回死んじゃってるからね。多分あっち行っても多分何もないと思う。何もないっていうか、アイテムあるけど、マガタマも多分ある。で、ここに来るね、ここ。今こうやって走ってるけど、走ってる、ここには来ないんだよね。ここには来ない。ちょっと見てみるか。来るか。あい、ほら来た。で、ハンドライトとか、ライターをつけたら、もうあの位置で多分バレるんじゃないかな。ここに来てる意味あんまない。ここね、行き止まり。で、ここにマガタマがある、あるはず。鍵かかってて、あと、また部屋があって、行き止まり。っていう感じかな。この、ここのエリアの構造は結構よく来るかな。で、すぐそこも部屋があって、ここは鏡を使った先のワープ部屋、ワープ部屋っていうか、ワープした先の部屋みたいな。だから、こっち来ても意味がない。で、今走っちゃうわけにいかない。
結構遠くで探知してくるからね。あ、そっちだ。あれ、え、どうやってカグラスーさん開けてきたんだろう。閉めたのかな、自分で。あれ、こっちでいいのかな。ああ、もう上がったまある。取る？取れない。もう取れませんでした。え、まさかの両方鍵使っていくか。すぐそこだ。すぐそこ。うわー、そこも多分泣き女さんなんだろうな。あれ？違う。こうか。あ、いいね。で、最後の鉱石使っちゃおう。いやー、あれ頑張りだ。あ、生きた。たまにここにね、泣き女さんいるっていう。いやー、きつい。あ、今持ったんだけど、一回、徘徊者に見つかってやられると、ここ穴落ちないじゃないですか。穴が開いて、深淵ステージに行けないじゃないですか。ここ実は穴があるんじゃないっていう。開かないだけで穴はあるんじゃないっていう。なんかどうにかしてこの穴に落ちれないかな。ただ主人公がな、この水晶バッグとか一切関係ないからね。関係ないか。うわ、怖っ。あー、はい、というわけで今回はこれで終わりたいと思います。いや、本当に悔しい。2回目っていうか、そのもう一つのね、泣き女さんゾーンで、あそこもできそうっちゃできそうかな。ただ真ん中、部屋の真ん中の障子が一切なかったんで結構難しいけど、最初の泣き女さんほんとね悔しい。あれはちょっとな、縛りっていうか何かの今度の縛りでちょっとリベンジしてみたいと思います。では